皆様こんにちは。今日は前回の続きでスヌーピーヴィンテージカフェの開封の後編をやっていきたいと思います。まずこちらの5番ウッドラックですね。今回は結構細々としたものが多いっていうよりは大きいものも入ってて、なんかカフェの一区画ができるぐらいのセットになってますね。裏はこんな感じで、マグカップの用の箱が、多分このマグカップを入れてこのラックに陳列するようになってると思います。でこれがウッドラックです。結構頑丈な作りで、ここにスヌーピーがとウッドストックが描かれてます。これは結構嬉しいかも。で、じゃん、ウッドストックが入ってました。私スヌーピーの中だとウッドストックが一番好きです。こちらとこちらのコーヒー豆が入った瓶だと思います。開きはしないんですけど、ここにスヌーピーの絵が入っててとっても可愛いです。コーヒー豆もちゃんとリアルに描かれてますね。こちらとこちらのピンクのマグカップです。柄はこんな感じ、スヌーピーが描かれてます。とあとグリーンのこのスヌーピーも顔が可愛いですね。こんな感じです。次がこちら6番のキーマカレーです。裏にランチョンマットがついてます。鉢にこう入るスヌーピーの形をした、なんだろうこれ、植物がついてます。サボテンかな、なんかこの入ってる線を見るとサボテンかな。とこんな感じのブックスタンドにこんな感じのウッドストックっていう本が開いた感じで、かわいい、かわいい、小さくて英語は読み取れないけど。とお皿にお米がついてて、これがカレーの部分ですね。こんな感じかな。とこれは何だろう、ウッドストックの形をしてるけど、これが何なんだろう、
礼についてる腹心漬けじゃないし、こんな感じですね、絵を見る限り。あと普通の白いお皿とスヌーピーの形をしたカップケーキがついてます。スヌーピーの手形のスプーンがついてます。次にこちら7番目サラダボウルです。裏にはメニューと紙ナプキンがついてます。で、これが、ま、サラダボウルの器ですね。で、こんな感じの野菜、レタスとかトマトが結構リアルな感じでついてます。これを乗せて卵、見えるかな、黄身の部分が、どっちがこっちかな、ウッドストックの顔になってます。これを乗せてハンバーグかな、これはスヌーピーのハムかな、こんな感じでこれがこう乗りますね。でウッドストックの絵のついた木のフォークがついてます。多分この紙ナプキンは裏の切って使うってことですね。あとドリンクでこのクリアなソーサーとカップに紅茶かな、こんな感じで、あと多分サラダのドレッシングかな、こんな感じでスヌーピーってロゴが入ったカップに入ってて、でこれがドレッシングですね、スヌーピーの絵のついた、これかわいいです、こんな感じですね。で最後8番目がヴィンテージドール、裏にポスターがついてます。でこのスヌーピーのヴィンテージ風のがついてます。わかるかな、人形だよって感じで、こう縫い目とかが入ってて、若干この色も真っ白じゃなくてちょっとヴィンテージ風にちょっと茶色がかってる部分もあってかわいいです。これとあとコーヒー豆ですね、これも結構プラスチックなんですけど、この紙袋の感じが忠実に再現されてます。こちらと
これがコーヒー引くミルかな。ちゃんとここ回ります。で、お家になってますね、スヌーピーの。で、ここ引き出しがついてて、こう開くようになってますね。と、ウッドストックのコーヒー豆取るやつ。で、こう、コーヒー豆がついてて、こう、取った感じでこうはめれるようになってます。うん、ウッドストックがかわいい。これで全部かな。なんかこのセット寂しいですね。なんか最初に開けたセットの方が内容が盛りだくさんだった気がして。でもこれはこれでこのミルがちゃんと動くし、今回の一番のお気に入りはこのいちごワッフルが一番お気に入りです。あとそのヴィンテージのスヌーピーのぬいぐるみも可愛かったので、こんな感じでディスプレイしてみました。今回大きいものが多かったのであまり小物類が少なかったんですけど、まあ、こんな感じでディスプレイすると可愛いですね。やっぱり久しぶりの動画でちょっと緊張してうまく喋れてるかわからないんですけど、まあ、またあのミニチュアも開封していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。